出ました。2点を追いかけます9回の裏。さあ松本さん、ここで一発が出れば同点というところで、今日1軍に上がってきたサンチェス、ここまでまだ3打席ヒットはありませんけれども、この前の打席のショートライナーはいい当たりでした。そうですね、これ力んだらダメですよ。はい、ね、開幕からなかなかバッティングの状態が上がらず、4月1日に登録場所、2軍ではフォームを見直して、そしてアメリカ時代いい時のビデオも見て、そして今日1軍に上がってきましたバッターボックスのサンチェス。やはり外、そこバットが止まります。力が入ってますね、だからどうしてもヘッドが下がってしまうのね。今のもスイングは下から出てる、出てますね、いい当たりだ、左中間に上がっている、レフト見送った、入ったホームラン、スタメンのサンチェス、大久保監督の期待に応えました。打った瞬間というあたりでした松本さん、はい、いや本当によく打ったなっていう感じですよね。まあ、真原もねアウトコースにあったのがやっぱ甘く入ったんですけど、まあ、それを逃さなかったっていうのはねよく打ちましたよ。来日第1号は9回の裏、貴重な貴重な同点ツーランになりました。そしてこの則本の負けを消したサンチェスの来日第1号でした。これでね、サンチェスもだいぶ変わってくるでしょう、ね、本人もほっとしたところがあるでしょうね、うん。